本日の第6試合バンタム級5分3ラウンドの一戦です。後藤ジョージ対石橋啓太の一戦ということになります。さあ大沢さん、この両選手の戦いですけれども、どういうところを見たいですか。いやもうね、本当にその激闘の石橋選手と、もう打撃、はい、今めきめき力をつけてるね、後藤選手なんで、ここでこう新旧の強豪入れ替わるのかどうかっていうところでしょうね。さあここで第1ラウンドスタートの方が鳴りました。そして高橋さんどうですか。そうですね、お互いサウスポー同士なんで、多分奥足の、こう今のローキックですね、こういうローキック多分すごい勝負のキーポイントになると思うんで、まあ、お互いもらわず、まあ、このカードはねすごいいいマッチメイクですね。本当ですね、赤いグローブが後藤、そして青いグローブが石橋です。だから本当にその後藤選手が石橋選手のようにこうもうどんどん自分のペースに巻き込んでね、しんどい試合にするタイプの選手なんで、そこに付き合えるのかで付き合わずに倒すのか、とかね、でもう石橋選手はもうドロドロにしてで勝つのかね、まあ、本当にどういう展開になるのか楽しみですね。これまずは後藤、いや石橋がプレッシャーかけて前に出ていきました、石橋選手はねどんどん近いところで、攻撃のアタックの回数を増やしていきたいと思います、おっと今度は後藤が出ていきます。ただ左右のフックを振り回していきます石橋。こうやってアタックの回数が増えてくると、石橋選手のペースになってくると思うんです、そしてここでテイクダウン、足を取っていく、相手を倒していきます石橋。石橋選手の試合ってこうリズムが速いというか、もうどんどんアタックの回数増えて疲れるんですよね相手がね。そのラウンドの序盤で石橋が攻めていて、その終盤になったらまた逆の展開になったり、こう行ったり出たりが激しいですよね。そうですね、よく攻める分そのミスも出やすいんですけど、でもそれも含めて石橋選手はもうそれも込みでどんどんきついところ持っていくような選手ですね、この展開高橋さんどうですか。そうですね、今まで後藤選手の試合を見た時に、割と綺麗に戦うタイプだと思うんですよ、なんで石橋選手 の, このドロドロしたファイトでどこだけその耐久力があって戦えるのかなっていうのをすごいちょっと注目してますね。ここはきついところですよ、これもうペースがね、普通よりも展開が多いんで、展開多いと疲れるんですよね。あでも後藤選手が今度は後藤がバックを取りに行く、これでも石橋選手が手を持ってるんで上取りそうですね。先ほどは石橋が攻めていたんですが、今度は後藤の時間になっています。後藤選手どうだ、ここ微妙なところですね。石橋選手は右肩が抜ければ上取れますけど、後藤選手これで抜けた。いやでもしんどい、しんどいぞこれは。これが石橋の戦い方だ。これはドロドロ来ましたよこれ、まあ、これですよね。いやだからこれに後藤選手が付き合えたら、やっぱり一皮向けますよこれ。もう石橋選手はこんぐらいもうどん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 仕掛けてくるんで、今度は石橋がマウントを取っています。石橋選手はね、攻めて攻めてミスってもいいと思ってると思うんですよね。いいと思ってるというよりは、攻めることしか考えてないからあんまりミスることを恐れてないんですよ。だからどちらにしても激闘になっちゃうわけですね。そうですね、やっぱりみんなミスないようにミスないように戦うんで、そこを石橋選手のいいところじゃないですか。いやただ高橋さん、これ相当疲れますよ。そうですね、これあ今ハーフか、まあ、立ちに行きたいんですけど、まあ、石橋選手も多分その一つ先の展開を予想しながら多分寝技組み立てていると思うんで、でこれ多分今後藤選手刺してるんで、多分左に曲がりながら多分立つと思うんですけど、あこれもうバック多分つくと思うんですよね、これ石橋選手。ここはまだ同じような展開になって、今度は金右は、いやでもね、やっぱり石橋選手こういうところでしっかり抑えるっていうよりは攻めるんですよね、どんどん攻めていく。なので後藤選手も立つチャンス出てくるんですよ。
で後藤選手が立とうとするとまたそこでスクランブルになったりとかして、もうね本当に攻めるんで穴も出るんですけど、それ込みですからね。いや後藤選手もそれを、はい、恐れちゃダメですね。なんかあーと動かざるを得ない展開になってきますもんね。そうなんですよね。もうね嫌なんですよね。これですから、こう後藤としてはそう込み込みで考えなきゃいけないわけですよね。まあ、腹くくって、はい、それは疲れることとかも、やっぱり黙ってるとどんどん攻められちゃうんで、やっぱり残り時間なくなってきました。はい、動き勝つっていうイメージないと、石橋選手にはちょっとしんどいですね。ここで第1ラウンド終了。第1ラウンドから石橋が攻めていきました。ただ途中後藤もこう上を取るような展開にもなりました。そうですね、はい、後藤選手も寝技はできると思うんで、このラウンドを終えて次2ラウンドどう動くかですよね。まあ、ここ少し距離を取って戦おうというような場面も後藤見せたんですが、一気に前に石橋が出てきました。石橋選手打撃の展開でも、はい、そんなに見ないんですよね。どんどん来るん で、はい、でだから待ってるとダメなんですよね。寝技でスリーパーだったり、まあ、十字だったりっていう部分も石橋は狙ってきます。もう石橋選手はまあ本当にもう本当こう点の取り合いみたいな試合してますから、はい、さあ第2ラウンドが始まります。これ高橋さん、第1ラウンドのこの体力的にはどうですか？そうですね、お互い消耗するんですけど、今からなんですよ、はい、そうだ、ね、今からここからなんですよ。さあ、ここから第2ラウンド、ここは蹴りを飛ばしていきます、後藤です。あーとワンツー、後藤選手、ゆっくり展開作ろうっていう風にやると、はい、石橋選手になっちゃうんで、しっかり自分で相手を押し返すぐらいの気持ち持った方がいいですね。ここもテイクダウン狙いに行きました、石橋です。もう休もうって思っちゃいますね。どんどん後藤としては前に出た方がいいですか？動きもそうですけど、はい、なんか動き勝つってイメージじゃないと、まあ、石橋選手が動いてくるんで、ここも石橋が攻めていく。ただこれを受け止めるか。こんなに動かないですよ。足を取って絡みついていきます、石橋啓太。いや、これバック取って休みたいですよね、後藤選手はね。さあ、ここで石橋として、あーっと、まだ相手を離しません。いやー、すごいな、これ足を取りに行く、後藤。いいじゃないですか、後藤選手もいいじゃないですか。いやー、後藤選手休みたい。いいぞ、面白いですね。後藤を休むためには何が必要ですか？抑え込む。ただなかなかいいところで脇させないんで、はい、脇させると少し休めるんですけど、今石橋選手が脇させながら後ろにつこうとしてるんですよね、はい、ただこれを抑え込んでいく後藤、立とうという後藤を逃がしません。高橋さん、どうですか？これね、ディープハーフとか使ったりとかで、まあ、やっぱ石橋選手のグラップリング能力やっぱすごい高いなっていうのと、まあまあ、やっぱり後藤選手もうここ一線越えるしかないですもんね。もうね、ここでもう競り勝って、もう競り勝つって意識持たないと、こういう選手で自分のペースってやっぱりアタックの回数多い方の展開になっちゃうんで、はい、ゆっくりしようと思っちゃダメですね。ただインタビューなどでは石橋は激闘はしたくないっていう話してるんですよね。自分で気づいてないと思うんですけど、はい、普通の人よりもリズムが速い、そうですね、テンポはだいぶ速いですね。あ、なるほど。あ、そしてここでサイドにつく。こんなに攻めないですよね。すごい動きました。あった、ただこれは回して決めていく。第2ラウンド残り2分30秒切りました。ちょっとね、後藤選手は、はい、一度負けてる選手、藤井伸樹選手、はい、その選手も本当にペースが速くて、相手を休ませない選手なんですよ。その時には判定で敗れています。なので、やっぱりここを勝たないと次の後藤選手の苦手なタイプっていうのが見えちゃいますよね。
あの激闘というかね、展開の早い試合にして休ませないというか、後藤としても次のステップ行くためにはここ乗り越えなきゃいけないわけですね。あっとここは交渉としていく、画面を狙っていく、コツコツと相手を削っていきます。こういうのがね、ぼーっとしてくるんですよね。バックを取っていく石橋、そしてここで決めるか。ここ今後藤選手上になるチャンスですね。そうですね。おー、ナイス。ここで浮き直っていいですね。今度は後藤が上に。いやー、後藤選手もね、こっからですよ、こっからですよ。いやー、強烈な肘を落としていく。きつい今の後藤の肘が顔面を捉えます。いいですね。お客さん黙って拍手してるとダメなんですけど、自分らね喋れるんだからまだいいですよね。テンション上がるから第2ラウンドの残り1分を切ります。あのね、佐々木さん、はい、めちゃくちゃいい試合めちゃくちゃいい試合。いや、これは攻守が目まぐるしく入れ替わる。めちゃくちゃいい試合。いや、今度は後藤、後藤の時間だ。ただ下から石橋も狙っていきます。いやすごい、強烈な肘が顔面を捉えます。後藤、いや、このまま30秒終わったら、あれ、あ、このラウンド分かんないですね。後藤選手にどっちだろうな、これいったらもう一発ぐらい強烈なパンチ当てると ね、 ちょっとラウンド分からないですよね。第2ラウンド序盤は石橋が攻めていましたが、この時間は後藤が上から肘を落としていく。その肘が的確に顔面を捉えます。いやー、ここは脇から顔面、ここで第2ラウンド終了。これは2ラウンド後藤選手じゃないですか。分かんないです、これ分かれそうですかね。どうですかね。自分は石橋選手ですね。分かれるんですよ。なるほどね。だからこれが石橋選手のペース、はい、どっちか分からない。ジャッジ博士もうそういうところで石橋選手のペースということになるんですね。石橋選手っていうのは、こうやって普通こうやって下になってな、あの、投げられることを怖がるんですよね、はい、自分があれだけラウンド取ってたらちょっと一回休もうとするんですけど、そこがね、点を取りに行くんで、そこで攻めちゃうからこういう風になるってことなんですね。だからそれが石橋選手が激闘と言われるゆえんで、最高ですね。ですから、まあ、守るにしても攻めるにしても後藤もかなり体力使ってますからね。そうですね、いやー、もうこのラウンドじゃないですか。さあ、第3ラウンドが始まります。この試合バンタム級5分3ラウンド、後藤ジョージ対石橋啓太。いや、めちゃくちゃ見応えありますよ。ファイナルラウンド。まずはワンツー、拳を出していきます後藤です。いいですよ、このラウンドはね、後藤選手からしたらね、はい、もうあと5分しかないんでね、行くところですよね。ただここは突っ込んでいきます石橋です。青いグローブが石橋啓太、右を出して前に出ていきます。お互いに左の拳を引いています。サウスポースタイルです。石橋選手も疲れてきた。かなりこの第1ラウンド第2ラウンドでお互い体力を使っています。ただそれが石橋の試合。そうですね。ああ、ここもタックルを狙っていきました。これは切れました。どうだ、相手を捉えられません。このラウンド石橋、あ、最後のフック、強烈なフック、拳を投げ出していきます。これね、あ、強烈なパンチ。いや、すごい。いや、でも後藤選手が今ペース取ってるんで、はい、石橋選手ちょっと疲れてて足が、あの、前に出なくなってるんで、スピードが落ちてるんで、これちょっとバテてますね。そのラウンドは3度目の勝負になっている。そして、ね、拳が的確に入ります後藤です。さあ、ジャンプも入ります。顔面を捉えていく。先ほどから何度か石橋としてもタックルを狙っていますが、なかなか捉えられない。そしてここで片足取りにいく、相手を寝かしていきます。ただここ後藤選手頑張るところですね、はい、ここを離れれば後藤選手、あっと、ただここはしっかり後藤選手上取れるかもしれないですよ。そしてここから拳
勝負。マックを取りに行く石橋。あ、そしてここは首を狙っていく。ここでもね、はい、ここで石橋選手が攻めるか抑えるかですね。これここから石橋としてはどうするか。いやー、立って返していく。返していきます。いや、待ってた待ってたぞ。あとはスタミナがどうか石橋。おー、返した。また相手をしっかりと金網に押し当てていく。手首持ったんですね。そしてバックについていきます。だけどこれ大事なところですね。あ、そしてまたグラウンド。いや、高橋さん大変なことになってますね。いや、またタックル狙っていきます。いや、ほんま喋るのも息するのも忘れてましたよ。すごい。いや、攻め続けます石橋。石橋選手はマジで、はい、あの命削る試合してますね。これに付き合っていく後藤ジョージ。いや、でも後藤選手も、はい、やっぱりこのままいったら後藤選手打撃当ててたんで、はい、ラウンド取れるんじゃないかな。残り時間1分30秒です。これ選手としてはラウンドの計算はできてるんですか。いや、しない方がいいですね。しない方がいい。これはもう攻めに行った方がいいですね。最後まで攻めていく。はい。いけないから多分、あっと、ここで向き直る。また上を取ります石橋啓太。残り時間1分。さあ、残り時間は1分です。これね、はい、どうするかですよね。このまま終わって石橋選手が強いパウンド打たなかったらどうなるかな。ただここから攻められるか石橋。パンチ落としていきます。いやー、どう、難しいですねこれ。いや、なかなか攻められません石橋。だこれがそのさっきの、はい、いやー、難しい試合だなこれ。残り時間が20秒を切ります。さあ、細かいパンチを出し当てていく石橋。相手を逃がさない。残り10秒切ります。さあ、もつれるような展開でこのまま終わるのか。いやー、どうだー。さあ、ここで試合終了の方。どうだ、3ラウンドですね。この3ラウンドどちらに行ったか。まあ、2ラウンドも微妙で、はい、3ラウンドも微妙ですね。3ラウンドは僕は石橋選手かな。これですから大沢さんと高橋さんで分かりましたからね。自分3ラウンド、そうですね。まあ、自分も石橋選手かな。まあ、ダメージだけ見ると後藤選手のあって、そうなんですよね。ただやっぱ後半のね、やっぱテイクダウン取ったりペースがね、やっぱ、はい、そうなんですよね。いや、ちょっと心臓痛いですねこれ。いやジャッジ泣かせ。サブレフリー永瀬、29対28、アダムボー。おー、いいサーブ。まずは1つ取りました。サブレフリーオロー、29対28、青石橋。おっと、分かれたぞ。サブレフリーオロー、29対28、青石橋。判定の結果2対1、激闘石橋啓太。この激闘を制しました大沢さん。いや、まあ、本当に判定はどっちが勝っても文句はないなと思うんですけど、はい、この試合展開をしんどいところに持っていったところで石橋選手の方が評価されたのかなっていうところですね。まあ、試合の流れとしてはこう高橋さん、
石橋のペースといいますか、やりたいような試合展開、うん、そうですね、やっぱテイクダウン取れたっていうのがやっぱ大きいかなっていうのが。なるほど。でもまあ後藤選手負けはしたんですけど、その評価が落ちるような、ね、負けじゃないんで、はい、やっぱすごいいい試合でしたね。もう2人とも明日全身筋肉痛ですよ、これね。本当ですね。3ラウンド動き続けました石橋啓太ですから、まあ2対1で大差が分かれたということですよね。そうですね、まあ、どっちが勝っても本当にいい試合だと思います。はい、2018年からは年1試合ずつ行ってきました石橋啓太、現在はランク外というところにいますが、再び上昇きっかけをつかむか。さあ、それでは勝利しました石橋啓太のコメントです。見事勝利しました激闘を石橋選手より一言いただきたいと思います。見たか、勝ったか。今回試合決まってから対戦相手の後藤選手みんないいですよ、若くて強くて勢いがあっていい選手だけど、石橋も頑張ってって、そいつらに一言、ふざけんな、見たことだ。まあ、もうまあベテランと言われる枠にも入ってきたけど、今の俺が一番わがまま、今の俺が一番強い。 This is 石橋啓太、ポジションゼロ。ありがとうございました。ありがとうございました。見事勝利を収めました、まあ、メディアミックスの作品、舞台アニメにもなっている作品から、セリフをもらったということで、ポジションゼロというのは勝った者だけが舞台の主役になれるという意味だそうです。そうですね、はい、ということでお伝えしてきました第6試合後藤城対石橋啓太の一戦は判定2対1で石橋啓太勝利です。